YouTuber なるね。犬の散歩中に不審者に追跡される恐怖体験。フィットネス系 YouTuber のなるね、登録者数に134万人は、7月21日に引っ越すかも、怖い事象が続きすぎてもうそろそろ限界という動画を公開しました。動画内でなるねは不審者につきまとわれる被害を受けたことを明かし、家の中で水滴が落ちてくるなどの奇妙な現象にも怯えていると語りました。特に愛犬姫との散歩中に不審な男性に追いかけられた経験は恐怖の原因となっており、今後は一人での散歩を控えると宣言しました。視聴者からは心配の声が多く寄せられています。みんなの反応。姫が一緒にいてくれて本当に良かったね。なるね、気をつけてね。なるね、怖い思いして大変だったね。でも前向きで素敵、応援してるよ。なるね、ちょっと大げさすぎない？怖いのはわかるけど冷静に対処しようよ。水滴が落ちてくるとかホラーすぎるやろ。なるね、頑張れ。なるね、怖い思いして大変やったな。引っ越しして安心してほしいわ。マジで怖すぎるんだけど、不審者とか本当にありえない。気をつけてね。不審者怖すぎやろ。なるね、気をつけてな。応援してるで。水滴とかマジ怖すぎ。でもなるねの勇気に感動した。水滴の話めっちゃ怖いけど、逆にミステリアスで面白いね。水滴でビビるとかくさ、幽霊でもいるんか。引っ越しは大げさやろ。姫が怖がるなんて相当やばい状況だね。引っ越しも考えた方がいいかも。なるね、ちょっと大げさすぎやろ。水滴でそんなに怯えるか。なるね、家の中で散歩するのもありやな。安全第一やで。姫ちゃんが守ってくれてるんだね。なるね、無理しないでね。なるね、怖い思いしたね。でも姫との散歩は大事だよね。応援してるよ。なるね、怖がりすぎじゃない？ちょっと大げさに感じるな。姫を守るために決断したなるね、応援するで。頑張れ。水滴とかマジ無理。幽霊とかじゃないよね。怖すぎるんだけど。不審者怖すぎやろ。警察に相談した方がええんちゃう？姫の散歩中に不審者とか、姫がかわいそうやん。ナルネも気をつけてや。姫がいるのに怖がりすぎじゃない？もっと冷静に対処しなきゃ。水滴が落ちてくるなんて、まるでホラー映画みたいで怖すぎるよね。え、家の中で散歩とか無理じゃん。外で歩けないなんて怖すぎる。ナルネ、怖い思いしたね。姫との散歩は楽しい時間だから、気をつけて続けてね。ナルネ、怖い思いして大変だったね。でも前向きで素敵、応援してるよ。不審者怖すぎる。なるね、引っ越しも考えて安全第一でね。それは怖すぎるね。散歩も安心してできないなんて、引っ越しも考えた方がいいかも。家の中で散歩って何やねん。 WWW 外出るの怖いなら引っ越せや。なるね、怖かったね。不審者マジでやばいから気をつけてね。不審者に追いかけられるなんて怖すぎる。早く安全な場所に引っ越してほしい。みんなの反応としては、ナルネへの心配と応援の声が多いです。少数意見としては、ナルネが大げさだと感じる声もあります。当チャンネルの意見として、ナルネさんの安全を最優先に考え、引っ越しを検討するのは賢明な判断だと思います。ファンの皆さんも彼女の安全を心から願っており、引き続き応援しています。